背番号16番小林太一です。背番号20番フォワード加山雄生です。今日はマンラールの新商品ということで、サムゲタン風食べるスープと、これは、青森県産五穀味鶏オリーブオイル漬けプレーンです。あ、こちらも美味しそうです。それでは早速食べていただきます。うわーすごーい。うわー、あったかい、美味しそう。はい、いい香り。何ですか。はあ、これがサムゲタン風食べるスープ。これですね。これ結構量多いです。一人結構ガッツリ入ってますね。結構一人でギリ食べれるかってはぐらい。最近流行りのサムゲタン。いや、これ女性に人気出るんじゃないですかね、これは。確かにこれお肌もツヤツヤになりそうな、エキスも入ってて、しかもタンパク質 27.8 ってもうプロテイン以上です。プロテイン、プロテインよりプロテインしません、このサムゲタン。昼飯なんかもうこれ1個もう職場に持っていけば十分足りますね、これ。ちょっとあったかいうちに。では、食べてみましょう。いただきます。はい、でもスープいただきます。うまい。うわ、うまい。しみる。ちょっとスープまず飲んで。ああ、しみますね。これ美味しい。しみるな。え、これ木？え、これ骨付き？結構がっつり。すごい。お肉。僕あんまサムゲタンで食べたことなくて、初めてぐらいかもしれないです。ちょっと食べて。うん。味しか染みてます。美味しい？美味しいです。お肉も柔らかくて。うん。うん。お肉が柔らかい。すぐ食べやすい。柔らかい。これコラーゲンたっぷりや。これ女性人気もあるし、うん、男性の方で言うと、使える時とか次に結構効きそうですね、これは。うん、うん。これ試合前の軽食に出したらもっと頑張れるかもしれないですね。これは寒い季節にちょうどいいですね、この温かいのと、うん、体のね、芯まで温まりますね、これは確実に、うん、これは美味しい、おすすめです。で、これ気になるお値段の方なんですか。こちらは900円です。どうですか、900円。いや、このクオリティにしては、まあ、妥当な値段かと、うん。やっぱその値段になるかなってぐらいの。なんならちょっと安いぐらいじゃないかなと思います。うん、こんだけお肉入ってて。ちょっとね、お袋の味っていうの思い出しますね。お袋、韓国人だったの。いや、これ美味しいね。あ、マシっすよ。あっちゃで。これもいいです。新商品、いい時期にいいものが出たと思います。うん。食べますね、結構。結構食べますね。うん。ああ。美味しい。じゃあ次、次の商品、次の商品いきましょう。次の商品は青森県産五穀味鶏オリーブオイル漬けのプレーン。プレーン。オリーブオイル漬け。この量でタンパク質とかほぼ同じぐらい。うんうんうん。タンパク質結構気にしちゃうので、やっぱアスリートやったんですね。気になっちゃうんですね。これじゃあ、早速食べてみよう。これ開けていいですかね。これ、じゃあ開けてみます。うわっ、オリーブオイル漬け。あ、これ僕よくサラダとかオリーブオイルつけて食べるんですけど、オリーブオイルが大好き。めちゃくちゃいい味、味じゃない、色してますね。オリーブオイルって本当体にいいですよ。なるほど、なるほど。美味しいでしょ、これ絶対。間違いなく美味しいですね。これ好きかもしれない。これいただきます。オリーブオイル漬け。うん、これすごいさっぱりしてる。あ、美味しい。うん、うん、美味しい。柔らかい。これエニタイム筋トレしたところ食べた方がいい。これマッチョなるな。これ鳥好きなんで。これ美味しい。これ晩御飯にあったら美味しい。これちょっと肉足りない人はこれちょっと入れてもいいし。うんうん、全然いけますね。美味しい。
止まらないですか。いやこれほんとうまっ。オリーブオイルの味付けもちょうどいいし、そんなにしょっぱすぎず、うん、おいしい。これ気になるお値段の方は、うん、気になるお値段の方はこちらは何だと思いますか。でもタンパク質 27.2% タンパク質、うん、こちらはタンパク質が 27.8% 8% じゃ 8g、 こんだけ入った800円。こちらの値段いかないぐらい600円。安い安い安いです。600円。600円は安いよ。あけどずっしりお肉入ってて600円、しかも味取りプライウッドさんの極具味取り、こんだけ入ってて600円はすごくお手頃だし、これ美味しいわ。試合中ソックスの裏にこれ1個入れたら途中で補給したいぐらい本当に美味しいだそうです。美味しいです。うん、ね、本当に美味しい。朝昼毎日でも食べれますね。これはあっさりしてるし、うん、しかもスープもこれ温まるし、すごい、うん、ごめんな、急にサムゲタンのスープ。確かにこれ交互に食べたら合うぐらいですね。いやー美味しい。いや今度ぜひね、俺らも商品開発部門ちょっとね、うん、一緒に刺さってすごい口でオリーブオイルテカテカっすね。これはでも絶対に売れると思いますね。買って、間違いはないと思います、うん、美味しい、本当に美味しい。今度最終戦からホーム最終戦で販売するということで、うん、爆売れ間違いなしですね。間違いないね。これツイッターのトレンドとかにも入るかもしれないですね。うん、うまい。これうまいわ。うまい。さあ、試食も終わったということで、最終戦の意気込みの方、萱野選手からお願いします。まあ、やっぱり僕たちが最後ホームでやっぱ勝つことで、監督への恩返し、そして地域への恩返しとなるんで、チーム一丸となって、皆さんで勝利を掴みたいと思います。全力。どっちふざけてるか真剣か分からへんっつってこれ。どうぞいやー、ホーム最終戦、まあ、1年間やってきたことチーム全員で表現して、必ずサポーターの人と最後ピッチで喜べるように頑張りたいと思います。おいしい、止まらないですね。止まらない。うん、おいしい。またねー。これ最終戦キレキレですよ。またねー。